理屈で理解するのは無理だと思うから直感的に聞いてほしい。キララたちの生きる世界にはシステムがある。システム？100万年に一度という周期で神を決定する。それが世界システム。原種と呼ばれる存在が神。つまりこの世界の管理者の座をかけて争う。この世界は神の椅子取りゲームが行われている。100万年に一度の椅子取りゲーム。そしてその100万年に一度が訪れた。でも管理者が生まれなかった。それって例えばひな子が言うように原種がこの世界の管理者だったとするならば、管理者を倒してしまって世界が管理されなくなったからおかしくなったとか。何らかの異常、バグがあって世界システムは正常に機能しなかった。それを受けてシステムは世界を初期化しようとした。おかしくなったから初期化か。まるでパソコンみたいなやり方だね。そして初期化のプロセスに入った世界は少しずつ壊れていった。そういうことね。イエス。世界の初期化か。私の世界では初期化は起こっていない。つまり管理者とかいうやつもいるってこと？ん？なんでだ？なるほど。だから灰は人を壊すのか。灰は体内をめぐる活力、生命力の流れを著しく阻害するエネルギーを持った物質なの。人間がそれを吸い込むと発熱や咳に始まり、重症になると体内組織すら破壊される。それが肺病。突如として世界中に降り始めた肺は出どころもわからなければ科学的説明もつかない。人だけじゃない。肺は世界そのものを壊す。もちろん人々は肺を何とかしようと抵抗しました。ただその結果どうなったかは私もまだ。キララも思い出せない。すまぬ。じゃあやっぱり肺病は治せても肺は止められなくて、私たちはこの雫世界に。そうなのかもしれません。大丈夫だよ。きっと聞いた感じ、肺を調べている大きな組織が2つもあったんでしょ。だったらきっと何とかする方法を見つけてるはず。私が原種と戦ってからだよね、全部おかしくなっちゃったのは。でもその原種は全ての人間を融合しようとかいうヤバいやつだったんでしょ。それはそれで世界の終わりって感じだし、どうしようもないよ。きっとこの場の誰がひな子ちゃんの立場でも同じようにしたと思うよ。うん。順調に情報自体は集まってる。この調子で続けていけばいつか外の世界の真実にたどり着くはず。リフレクターはまだ残ってる。その子たちの記憶に託そう。他のリフレクターを呼び込む必要があるってユズが言ってたけど、それってつまり学校にまた新しい施設を作れってこと？よっしゃー、学校魔改造計画再始動！と言ってもキリがなくない？何がきっかけで来るかわからないんだから。とりあえずみんなに欲しいと思う施設をあげてもらったらどうかな。
この学校には足りないものがある。何？風呂だ。え？シャワーはあるじゃん。そういうことを言っているのではない。キララは湯船を所望している。私もお風呂作りたい。一から作るのはなかなか難しいと思うけど。ううん、その必要はないよ。え？じゃあどうやって？プールをお風呂にしちゃえばいいんだよ。なるほど。それならお湯を張るだけで作れるね。終わり。普通のお風呂作るより楽しそう。じゃあ決まりだね。なんかひなこさんテンション高くない？私元の世界にいた頃は夏でも毎日お風呂に浸かってたんだよね。そんな大好きなお風呂がプールの大きさで楽しめたら最高だなって。なるほどね。よーし、じゃあみんなまずは湯沸かし器を作ろう。材料は揃ってるかな？何を作ろう？材料は足りてるかな？任せと。どれにしよっかな。どれにしよっか。始めましょう。できた。これで湯沸かし器は出来上がりだね。それじゃあこれを取り付けて早速ひとっぷろ。待って、何か足りなくない？何かって何？具体的には言えないんだけど、例えば銭湯ってお風呂があるだけじゃないでしょ？なんていうか、気分を盛り上げてくれる装飾？せっかく広いんだし、そういうものも欲しいなって。装飾か。よし、わかった。材料を探してくる。どれにしようかな。それ作ろう。任せた。はよ。どれにかれ。どれを。どの材料を使う。どれを使う。よし。できた。すごい。一気に戦闘っぽくなった。景色、星の宮の、私がよく行ってた海だ。たまたまこの写真を見つけてね、レナさん。手伝ってくれた職人さんに勧められたんだ。ありがとう、アオ。職人さんにもよろしく。よし、それじゃあ次はいよいよプール風呂の開発だね。頑張るぞ。何を作ろうかな。映える配置はっと。湯沸かし器、オッケー。壁画、オッケー。バスチェア、風呂桶、その他もろもろ。うん、バッチリ。よし、完成だ。あれ？何も起きない。
これじゃなかったか。まあまあ、とりあえず入ろうよ。せっかく作ったんだし。それもそうだね。よし、じゃあ全員お風呂セットを用意して更衣室に集合。この感じ久しぶりだな。体育の授業みたいだよね。やっぱ日焼け止め忘れた。持ってるよ。さすが。さて、どのアヒルをお供にするか。これは…どうしたの？いや、なんでもない。私もさっさと着替えようっと。あんな水着、人前で着れるわけ。私はバタフライの練習を。あんたは若すぎ。やっぱり湯船に浸かるのっていいね。心が落ち着くっていうか。確かに考え事とかに向いてそう。こうやってお風呂に浸かって考えてたら、いい施設の案パッと出てきたりしないかな。これはネタ出しのためだから。他の水着が洗濯中で仕方なく着てるだけだから。でもこの水着やっぱり可愛いな。あれ、ひなこさんとキララ?なんか珍しい組み合わせだね。ほら、最初にお風呂の提案してたのキララだったでしょ。ああ、なるほど。それでお風呂好き同士で入ってたのか。うむ、夜の露天風呂はまた格別。ほら、流れ星。ああ、また間に合わなかった。願い事を言うやつ。うん、とっさに3回も言うの難しいよ。仕方ない。それならキララが代わりに聞いてやろう。それならってどういうこと？もしかして単に私の願いを聞きたいだけ？バレたか。でも確かに気になる。何を言おうとしたの？青の願いは何なのだ？私の願い特別になりたい。ずっとずっとそう思ってた。けどこの世界に来ていろんな不思議なことを見てきて、なんだかわからなくなっちゃった。特別って何なんだろう。ずっとゴロゴロできますようにかな。ふざけているだろう。いよいよ大マジ。このままずっと毎日こんな生活してたい。やっぱりふざけてる。青はバス、他のみんなの願い事を聞くことにする。そんな。願い事か。せっかくだし
笹と短冊でも用意しよっか。ナイスアイデア。ああ、ずっと夏休みだったらいいのにな。本当に。ところで青。ん？何？その水着はどうした？え？あ、これはその…似合ってると思うよ。普段のイメージとは違ったからちょっとびっくりしたけど。青はこういうのが趣味だったのか。みんなにも教えてあげよう。いや、それは勘弁して。レイアウトがいいかな。これは前に友達と一緒に飾ったことがあるのです。その子の学校で行われる七夕祭りに招待されて。私は大切な人たちとずっと一緒にいられますように。私も同じようなことを書いたわ。さすが姉妹、通じ合ってるんだね。私は知ってる。この二人には離れ離れになった時期があることを。そしてそんな苦難を乗り越え、また一緒になれたことを。だからきっと何度離れ離れになっても、この二人は。お姉ちゃん？日和さんだよね。あ、うん、私のよく知る日和ちゃんで間違いないよ。とりあえずみんな呼んでくる。ここらは日和さんを見てて。わかった。私は平原日和。日和でいいよ。私は星崎青。よろしくね。ところでお姉さんを探していたと聞きましたけど、平原さんは過去の記憶がありますか？記憶…言われてみると、なんで私ここにいるんだろう。何にもわからないや。でも私にはお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんを探さなくちゃってことだけはわかるんだ。私にとってのユズとライムみたいな感じかな。大丈夫、きっと思い出せるよ。私たちみたいに。順番に説明しよう。どこから説明すればいいんだ。一番状況を理解してるでしょ。はあ、まあいいけど。
から今は外の情報を集めてるところなの。わかった？わからん。遅れてきましたね、反応が。たくさん考えてたんだね、きっと。難しいこと考えると頭痛くなっちゃうよ。シンパシーを感じる。通じ合わなくていいから。来たばっかりであんまり無理させるのは良くないよね。まずはゆっくりして、それから考えようよ。ねえねえ、ひよりさん、何か食べたいものとか飲みたいものとかない？食べたいもの、カレーが食べたいな。カレーですね、任せてください。え、作れるの？今あるものからだって作れる。これまでだってそうしてきたし。よーし、じゃあとびっきり美味しいのを作ろう。しようかな。材料は足りてるかな。わかりました。どれにしよっかな。どれを。どれにしよっかな。これ。どれにしよっかな。よし。できたー。ごちそうさまでした。みんなありがとね、いろいろしてくれて。ううん、気にしないで、気軽にやってこ、気軽に。あ、そうだ、ココロ、日和さんについて教えてくれない？知り合いだったんだよね。うん、同じ ASA の仲間だったんだ。とは言ってもみんな一緒に活動しているわけじゃないから、たまに会うくらいだったかな。ひよりちゃんにはみおちゃんっていうお姉さんがいて、今探してるのもみおちゃんのことだと思うのです。平原みおさんね。どう、ひよりさん、何か引っかかることとかないかな。覚えてるような、覚えてないような。カレーは？カレー？なんか単純になんでカレーなのかなって、好きな食べ物だったとか？カレー、なんだか無性に食べたくなったんだ。カレーは、そう、よくお母さんが作ってくれて。心トープが2つ開いた。うん、おそらく私とライムの心トープと同じで、2人で1つの心トープになってる。2人で長い時間を共に過ごしたりして思いがつながっている場合、一つの心トープになるみたい。日和、お姉ちゃん、どうしたの、日和さん。お姉ちゃんが呼んでる気がする。ねえ、その心トープってところに行けば記憶を取り戻せるんだよね。うん、今までと同じなら。どういうところなの？入ってみないとわからないんだ。森だったり海辺だったり、人によって違う。思い出の中の景色だからね。けど気をつけなくちゃいけないよ。
モンスターっていう危ないやつもいるから。それでも行くよ。そこにお姉ちゃんがいる気がするんだ。それに忘れちゃいけないことがたくさんあったはずだから。うん、私もみんなもそうだった。協力して取り戻したんだよ。頼んだぞ探索班。頼んだぞ。任せて。一緒に行こう、ココロトープ。よし、準備ができ次第二人のココロトープに行こう。なんでそんなことまで知ってるの。やっぱりおかしい。うん、どこに行こうかな。いろんな思い出があったはず。優しいお母さんだった。私もお姉ちゃんもお母さんが大好きだった。お父さんがいなくてもお母さんさえいれば私たちは幸せだった。今日は二人の大好きなカレーよ。ゆっくり食べてね。その間にお母さん電球買ってくるから。うん、いただきます。電球を買ってくる。お母さんはそう言い残して二度とこの家に帰ってくることはなかった。今のはマンションの一室。途中までは楽しそうな家族の団らんでしたが、ずっと昔の記憶だ。私がまだ小学生だった頃の。お母さんがいなくなっちゃったって、なんでそんなことに。それは
私の番、くらえ！私の出番だね。やってやる。ほら、頑張って。サポートします。どう動く？セイ、準備よし。準備よし。ここ。やってやる。さあ、どう動く？セイ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。これでもっと役に立てます。よりちゃん、さすが。体が軽い。これがリフレクターの力なんだ。日和、あ、みんな聞こえた？え、何のこと？今お姉ちゃんの声がした。あっちの方から呼ばれてる。何も聞こえないけど。平原さんにだけ聞こえる声ということでしょうか。私にだけ。そうだ、思いはつながってるんだ。え？思い出したんだ、前もこんなことがあったなって。その時ちょっとした事件があって、お姉ちゃんと離れ離れになって、もうお姉ちゃんとは一生会えない、そう思ってた時があったんだ。そんなある日、夢の中でお姉ちゃんと会ってね、私のことを呼んだんだ。ここにいるよ、見つけてって。それから起きてても声が聞こえるようになった。声を頼りに私は駆けずり回って、もう会えないと思ってたお姉ちゃんを見つけたんだ。そんなことがあったんだね。でもそれならきっと今回もお姉さんを見つけられると思います。うん、もちろん見つけるよ。記憶も徐々に取り戻せてるようだし、この調子でいけば大丈夫そうね。でも風向きは怪しいよね。お母さんがいなくなったか。あまり辛い思い出じゃないといいけど。私が頑張って支えていかなきゃ。一応リーダーなんだし。何かに使えそう。
攻め時だね。私に飛ぶ力を。あった。さあどう動こう。行きましょう。昼間からあんなに騒がれたらたまったもんじゃないの。それくらいわかるでしょ。はい、すみません。子供をしつけるのも親の責任でしょ。ちゃんと言って聞かせておいてください。はい。そう、うん、私はここで誰かと戦ってた。ってことは今度はリフレクターの頃の記憶かな。なんであなたはいつまでも私たちの邪魔をするの。それはもちろん楽しいからですよ。あなたたち姉妹は強い強い思いを抱えてますから。高く積み上がったものほど崩れた時にいい音を出すんですよね。放っておいて。あなたと戦う理由はもうないから。そんなずれないこと言わないでくださいよ。そうだ、じゃあお二人がとっても気になってることを教えてあげます。そしたら私にも興味を持ってくれますよね。何を言って。私あなたたちのお母さんが今どこにいるか知ってますよ。なんであなたがそんなことを。居場所を調べるなんて簡単です。私神の力が使えますから。
今の誰？駒川うたちゃん、私たちと敵対していた子だよ。駒川うたちゃん。志保さん、心知ってるの？はい、今の言葉を聞いて思い出せました。全部ではないですが。駒川うたちゃんはすごく危険な子なんだ。危険？人を傷つけるのが楽しい、うたちゃんはそういう子なんだ。え？いえ、他人だけじゃないです。自分に向いた痛みにすら彼女は歓喜してました。人とは違う感性を持った子なんです。なるほど。うたちゃんは私たちにお母さんの居場所を伝えてきた。神の力って言ってたよね。単にブラフなのか、それとも。どちらだとしても、なんでわざわざそんなこと言ったんだろう。何か意図があるのかもしれないね。ねえ、あそこ誰かいない？日和のこと以外何もわからないわ。
いろいろ不安だとは思うけど、サポートするから。これからよろしくね、ミオ。よろしく。そしたらどうしよっか。また日和さんたちの心トープに行く？そうね、まだ奥の方までは行けてないし。それじゃあ準備ができたら行こっか。ここが私たちの心トープ。本当に不思議な場所ね。ねえねえ、お姉ちゃんは戦えないのかな。いつもならそろそろスマホが鳴ってもおかしくないけど。鳴らないってことは力は使えないってことか。そう。落ち込むことないよ、お姉ちゃん。お姉ちゃんのことは私が守るから。不安だわ。そんなことないよ、大丈夫だよ。日和は昔から頑張りすぎるところがあるから。そうかな。日和ちゃんはお姉ちゃんに愛されてるね。ほら先に進もう。あなたたちもかわいそうね、あんな親で。そんな。大丈夫、大丈夫よ、日和。お姉ちゃんがついてるから。
うわ、高っ。下、見えないね。あの後のこと、何か思い出せそう？うん。あの後？改めて説明した方が良さそうだね。心トープを回っていろんなことを思い出したんだ。私たちには女手一つで育ててくれたお母さんがいたこと。そんなお母さんが電球を買いに行くって言って帰ってこなくなっちゃったこと。大きくなった私たちがお母さんを探そうとしたこと。そんな時にうたちゃんに会ってお母さんの居場所を教えられたこと。駒川うた、思い出した。確かにそんなことがあったわ。半信半疑だったけど、でも調べないわけにはいかなかった。お母さんがいなくなってから何年も経ってたからね、手がかり自体少なかったんだ。だから必死に探した。リフレクターの仲間にもいろいろと手伝ってもらって。そうだ、私もその時手伝っていたのです。そしてようやくお母さんの居場所を見つけた。でも来ないで。なんでお母さん。私にはあなたたちに会う資格なんてない。帰って、これ以上話すことはないから。会う資格がないか。そんな、せっかく再会できたのに。それで私たちもどうすればいいかわからなくなっちゃって。日和さん、記憶を取り戻すって嬉しいことばっかりじゃないよね。うん、辛いことも悲しいことも全部含めて私たちの思い出だよ。私もそう思うわ。私はどんな思い出も失いたいとは思わない。過ちも後悔も全部が今の私を形作ってるから。お姉ちゃん、雨降ってきそうだね。
いつでもやれます。私の出番だね。やーい、いつでもいける。イエーイ、まだ動き足りないな。これでもっと役に。
動こう。大丈夫ですか？よし、いつでも行ける。スーパーアタック！特別はここに。もっといけるよね。仕掛けます。大丈夫ですか？よし、私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。なぜお母さんがあなたたちに会いたがらないのか、私が教えてあげましょうか。ウタ、私たち家族の問題に口出ししてこないで。まあまあ、そう言わずに。外から見ないとわからないこともあるわよ。何が言いたいの？お母さんはあなたたちが憎いのよ。そんなわけ。そんなわけないと言い切れる？だってストレスの原因があなたたちでしょ。女で一つで二人を養うのはさぞ大変だったでしょうね。それなのに団地のおばさま方からの締め付けは日々強まるばかり。そんな状態で苛立ちを感じない人間がいると思う？味を強める。あなたたちは極上の食材よ。やっぱり狂ってるわ、あなた。褒め言葉として受け取っておくわ。こいつがここの親玉かな。
日和ちゃん、美桜ちゃん、大丈夫？うん、準備はできてるよ。日和、心配しないで、お姉ちゃん。私なら大丈夫だから。私たちもついてるしね。行くよ、みんな。この力でみんなを守る。私だって負けません。よし、私加護を仕掛けます。大丈夫ですか？私の出番だね。ドーン。さあ、どう動こう。行きましょう。いや、行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？私の出番だね。もっと行けるよね。よっ、よし、私の番。思いの力見せてあげる。大丈夫ですか？大丈夫ですか？準備よし。いつでも行ける。カゴ、準備よし。私の番。カゴ、準備よし。
これが私たちの力だよ。力だ。これでもっと私たちはやっぱり諦めきれなくて、もう一度お母さんのところに行ったんだ。なんで会いたくないのか、その理由を聞かないと納得なんてできなかったから。だから直接会って聞いた。そして私たちはお母さんの本当の思いを知った。私なんかが母親のせいで二人に悲しい思いばかりさせて、団地でも肩身の狭い思いをさせてしまって、二人のために何もしてやれない自分が情けなくて、これ以上あなたたちを不幸にさせるわけにはいかないって思った。私がいてもあなたたちを不幸にする。だからもう関わらないで。あなたたちはあなたたちの人生を歩んで。お母さん、私たちはお母さんの気持ちに気づけなかった。お母さんも私たちの気持ちに気づいてくれなかった。いつか私とお姉ちゃんで誕生日ケーキを作ったことがあったんだ。その時お母さんは私たちに謝ったの。心配をかけてごめん、ダメなお母さんでごめんって。でも違ったんだ。私たちが欲しかったのはごめんなさいじゃない、ありがとうって。そう言ってくれるだけでよかった。お母さんが作ってくれたカレーを食べて一緒にいられるだけで私たちは幸せだったから。だからお母さんも負い目なんて感じないで。お母さんが辛い時は私たちが支えるからって。私たちはようやくお母さんに思いを伝えることができた。あ、これフラグメント、二人の思いの結晶だよ。さあ手を伸ばすのです。日和、ミオ、ごめん。お母さん、もうそれはなしにしよう。そうね、そうだった。私の悪い癖だ。ありがとう、こんな母親をいつまでも愛してくれてありがとう。私たちのやってきたことは間違ってなかったのかな。うん、きっとそう。ちゃんとお話しして向き合って答えを出せばきっと分かり合える。みんなありがとう。じゃあ帰ろっか。
まま行くとまた近いうちに割れそう。雫世界の外には怪物がいるんだっけ？その怪物も灰の影響で生まれたものなのかしら。そうなのかも。シゴさんは灰がもたらす敵と戦ってたって言ってたし。おかえり。無事に記憶は戻ったみたいだね。任務ご苦労。ただいま帰還しました。ゆずちゃん、久しぶりなのかな。まさかこんなところで会うことになるなんて。あれ、もしかして知り合い？知り合いというか、その説は本当にごめんなさい。何何、どういう関係なの？話すととても長くなるわ。まあ、ゆずちゃんとライムちゃんはリフレクターのボスみたいなものだからね。私たちもそれでちょっとだけ面識があるんだ。ボス。ボス。やめて。そこら辺の話も含めていろいろ教えてほしいの。うん、思い出したことを話すよ。力になれればいいのだけど。より